サッカーファンの皆さん、こんばんは。キックオフの時間が近づいてきました。絶好のコンディションの中で行われるナイトゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この時間はディビジョンライバルズの一戦もお楽しみください。大一番を前に会場の興奮は最高潮に達しています。福西さん、すごい試合になりそう。これはチャンス。キーパー驚異的な反応でゴールを許しません。あの至近距離からのシュートによく反応しましたよね。キーパーはよく集中できているようです。危ない場面でしたがカットしました。ドリブルで相手を揺さぶります。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。確たる実績を築き、さらなる活躍が期待されるパウロ・ディバラです。独特のリズムから一瞬で相手を抜いてきます。あのクイックネスは脅威です。ボールを素早く回していきます。勝負に出るのか。ウスマン・デンベレ、タックルで相手のチャンスを潰しました。相手が寄せてきました。フェデリコ・バルベルデ、デンベレ、素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。ようやくピンチを脱しました。サポーターもここが勝負どころと見たか、ひときわ大きな声援が上がっています。フェデリコ・バルベルデ、ボールはエデル・ミリトンへ。エデル・ミリトンに渡った。ヘス・スナバスに渡った。コーチーニョ、ジョアン・フェリックス、ナイスディフェンスです。パウロ・ディバラ、クアドラードに渡った。ここで取り返す。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。なんとか追いついてボールをキープします。さあチャンスとなるか。フェデリコ・バルベルデ、いいパスだ。止めた。手足提言が目の前からのシュートに超反応を見せました。このチャンスを逃したのは痛いですね。選手本人が一番不思議に思っているでしょうが、なんで決められなかったんでしょう。コーチーニョ、このパスは簡単にカットされました。ボロがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。チャンスだったんですがシュートには至りません。ここでボールを失いました。高い位置で取り返しました。これはチャンスか。このシュートはディフェンスに止められます。このヘディングは合いません。大きく外しています。これはいいパスが上がった。フェデリコ・バルベルデ、カラスコ、通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。フェルラン・メンディ、ボールはフェキルへ。エデル・ミリトンに渡った。ボロがアタッキングサードに攻め込んでいきます。相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。ボールを前に運んでいます。フェデリコ・バルベルデ、
さあフェルナン・メンディへサイドから中を狙う、ゴール、先制点です。何度も相手のゴールを伺うようなシーンが続いていましたが、ついに得点につなげました。パウロ・ディバラ、ボールはディバラへ、フェデリコ・バルベルデ、キエザ、これは読んでいたか、インターセプトしました。ボールはエデル・ミリトンへ、ボールはフェキルへ、フェデリコ・バルベルデ、ボールはヘス・スナバスへ。このミスは痛い、相手にパスを出してしまいました。絶妙なロブパスです。チャンスになりそうだ。ピンチをタックルでしのいだ。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリード。さあ後半キックオフです。このピンチをタックルで防ぎました。ウスマン・デンベレ、エデル・ミリトンに渡った。ボールはエデル・ミリトンへ、ヘス・スナバスに渡った。ボールにはヘス・スナバス。前半はビニシウスがかなりのパフォーマンスを発揮していましたね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。ボールを取り返します。フェデリコ・バルベルデ、ボールはコーチーニョへ。リードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。コーチーニョ、ウスマン・デンベレ、ボロ、敵陣へ攻め込んできました。エデル・ミリトンに渡った。ボールはコーチーニョへ、パスを回していきます。どこを狙ってくるんでしょうか。これはオフサイド、選手交代を考えているようですね。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。惜しい場面でしたが、相手のディフェンスに阻まれました。カリム・ベンゼマ、最高のボールが出た。これはナイスブロック。ピンチをしのぎます。このパスは相手に出したような形になってしまいました。キエザ、キーパーがこれを処理します。ジュール・クンデ、ボールはヘス・スナバスへ。ウスマン・デンベレ、
セルジュ・ニャブリ。ナイスディフェンスです。ウスマン・デンベレ。ジョアン・フェリックス。ゴール。さらに相手を突き放します。これで2点差。カリル・クリバリ。ボールはカラスコへ。マークを振り切った。ベンゼマ。いい位置です。ここでベンゼマ打った。飛びついて止めました。キーパーのナイス。2点差で負けていますが、サポーターはここで流れを変えられると感じているようですね。とにかく1点でも返したい局面ですが、ここから得点できるでしょうか。決まれば1点差。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ベンゼマへ。入るか。シュートはブロックされます。ここまではボロがボールの支配率で上回っていますね。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。リードを奪っています。パス回しにも余裕が感じられます。意図のあるいいパスでしたね。ピッチ全体をうまく使おうとしています。すぐにパスを返しました。ジョアン・フェリックス。おっと、インターセプトです。セルジュ・ニャブリ。フェデリコ・バルベルデ。セルジュ・ニャブリ。ジョアン・フェリックス。セルジュ・ニャブリ。デンベレ。フェデリコ・バルベルデ。さあ、フェルナン・メンディエ。ジュール・クンデ。エデル・ミリトンに渡った。アディショナルタイムが1分増やされました。試合終了のホイッスル。アウェーチームが勝利を手にしました。2点差で快勝ですね。文句なしのパフォーマンスです。サイドから中を狙う。ゴール。先制点です。何度も相手のゴールを伺うようなシーンが続いていましたが、ついに得点につなげました。ウスマン・デンベレ。ジョアン・フェリックス。ゴール。さらに相手を突き放します。これで2点差。